こなせば。お兄様、見てください、光る蝶々ですよ。あっちには虹も。クレアがいたら、はしゃぎすぎですなんて注意されそうですね。胸の奥からどんどん力が湧き上がってきて、今なら何でもできる気がします。左ももの紋章の効果でしょうか。少しピリピリしますが、雲の上にいるかのように体が軽い。今ならもっとお役に立てる気が。お兄様たちとクエストに行く日が楽しみです。ララティーナがよく言う一撃の重いモンスターのクエストを受けに行きましょう。小さな頃からララティーナにはお世話になっていますから、恩返しをするチャンスですね。他にもこの力を使えば、民たちを幸せにすることだってできるでしょう。どのようなことをすれば喜んでもらえるか、それはしっかり考える必要がありますが。ララティーナやお兄様がいれば、きっと素晴らしいアイデアが出てくるはずです。だからご協力お願いしますね、お兄様。このすば。